南西諸島方面では、2022年になっても中国の脅威が日増しに強まっていることを感じる状況が続いているね。でも自衛隊がこのまま手をこまねいているわけではないよね。その通り、そのことを今回は特に皆さんにお知らせしたいと思っているよ。というのも、北大東島において、航空自衛隊がレーダー施設配備計画を開始したからなんだ。防衛省では調査を実施し、早ければ次年度から領地買収などに取り掛かるのではないかとも言われているね。基地といえば、自分の町に基地はいらないと反対活動を繰り広げている自治体もあれば、その逆に誘致のために頭を下げてくる自治体もあるなど、その対応は様々なものがあるよな。特に沖縄の場合、普天間基地の返還に伴う、辺野古の基地移設が着々と進められる中、沖縄県民のみならずプロ市民も登場した反対運動が繰り広げられるなど、沖縄イコール基地反対という色が目立っているんだけど、今回のように自衛隊基地を誘致している市町村もあり、計画が進むスピードも全く違うんだよね。さて、ここからは北大東島の基地計画について、昨今の沖縄を取り巻く環境のことにも触れながら、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年になって、沖縄県の最東端にあたり太平洋上に浮かぶ大東諸島の位置付北大東村村議会では、議長を除く議員4名の賛成によって全会一致で可決し、早速意見書を防衛省に郵送したんだって。この意見書の内容が非常に面白く、日本の政治家がカモフラージュしてでも言えないようなことを、シンプルかつ大胆に表現していて、非常に心強いなと思ったぐらいだよ。意見書にはどんなことが書いてあったの？この意見書では、まず強引な海洋進出を進めている中国海軍の空母遼寧について触れられているよ。この遼寧を中心とする中国海軍が、いわゆる中国の防衛線である第一列島線沖縄本島及び南西諸島を越えて、太平洋での活動を活発化させていることに触れ、これらの艦隊が北大東島周辺海域に出没していることについて恐怖を感じていると公言しているんだ。そして、中国海軍の艦艇が頻繁に周辺海域に現れることで、島民が不安と恐怖を感じている状況を改善するには、北大東島がそれら中国海軍艦艇を監視するために安全保障の地理的観点からも適した位置にあることを踏まえて、何らかの軍事施設を建設するのが良い、と要望しているみたい。日本政府でも遺憾法しか発射できないのに、北大東村の議会ではあいつらの船は怖いから何とかしてくれよと。オブラードに包むことなく表現しているのは、ある意味愉快痛快だな。そして要望では、北大東島への自衛隊の部隊配備がなされることに大きな期待を持っていること。中国海軍の脅威に立ち向かうことはもちろんだけど、台風などの災害時の救助対応や、救援の緊急搬送などの体制が強化されることを要望しているよ。そして、政府が作成する次期中期防衛力整備計画に北大東島への自衛隊部隊の駐屯を求めているってわけ。ストレートに意見を述べているんだね。ここまで書いてくれると、本当に気持ちがいいし潔くて好印象だよ。さあ、ここまでくれば意見書を受け取った政府側の対応がかなり気になるよね。防衛省では、北大東村からの自衛隊誘致の要望を記した意見書を受理し検討を重ねた結果、航空自衛隊の移動式レーダーの配備先として適切かどうか判断するための現地調査を実施する方針を決め、2022年3月15日に防衛省の関係者が北大東村役場を訪問してその意向を伝えたんだ。そして、2022年4月以降に、島の自然環境や動植物などに与える影響や、必要なインフラ整備の現状などを約1年の期間をかけて調べることとしていることを伝達したよ。この意向に対して、北大東村の宮城村長は調査後配備が決定次第、住民に丁寧な説明を実施するとして、今後の計画進捗を期待するコメントを発表しているんだって。ここで気になるのは航空自衛隊が持っている移動式レーダーとは何なのか、ということだね。防衛省が提案している移動式警戒管制レーダーとは、正式名称をシリンドリカルアクティブフェイズドアレイアンテナにより、移動式レーダーは、自動警戒管制組織との自動連接による運用など、組織戦闘能力と機動性に優れたシステムとなっていて、例えば航空警戒管制における動くレーダーとして活用が可能なんだ。もし、固定レーダーサイトが攻撃された場合に、その機能を代替するだけの能力を持っているほか、固定レーダーの電波が届かない腹域を補うことも可能となるよ。移動式だから、普段は自走車両の中にそのまま保管しておくスタイルとなり、例えば、車両移動中はトラックの荷台に倒しておき、展開時はアンテナを起立させて運用を開始するんだ。この時、レーダーアンテナを回転させずに全周囲の監視が可能なことから、悪天候の影響を受けにくい構造で、固定レーダーが設置されていない太平洋上において、北
大東島に配備することで中国軍の活動を把握する上で非常に有効な存在となるのではないかと期待されているよ。現状において、北大東島周辺の海域は日本の領海内ではあるものの、沖縄本島からもかなり離れていることがあり、レーダーの余白地帯として知られているぜ。実際、北大東島を含む大東諸島は、沖縄本島から東に約 340km の太平洋上にあり、2020年時点での面積 11.94 平方キロメートルで人口566人の北大東島、同じく 30.57 平方キロメートルで1226人の南大東島と無人島の沖大東島、西南西小島、南西小島の5つの島からなっているからね。この中で、南大東島と北大東島だけが有人島となっており、基地を設置するだけの平地なども確保可能であると思われるよ。かつては全島が無人島で、明治になって八丈島からの開拓団が入植して有人島となり、行政区分上の北大東村も南大東村も沖縄県島尻郡に属してはいるものの、琉球王国との関係は希薄なことから、沖縄県民の大東諸島への関心は低くなっているんだ。とはいえ、日本の国防面から見るとこの海域に効果的なレーダー基地を設けることで、中国海軍の海洋進出時にその行動を把握することができるのはかなりのメリットがあると言えるよね。また、有人島には北大東空港、南大東空港の2カ所の空港があり、それぞれ1500メートル級の滑走路を有しているので、ヘリコプター基地としての使用に限って言えば十分にそれが可能な設備を有しているよ。ちなみに、南大東島空港には1日1便曜日により2便、北大東島空港への直行便は確実のフライトしかなく、南大東島空港便が北大東島を経由することがあるものの、決して民間空港としての利活用はあまりなされていないと考えてもいいんじゃないかな。実際、急病人が発生した場合にはそれらの定期便のタイミングを合わせて搬送することになるそうで、定期便のフライトと合わない場合は患者搬送ができず、ましてや週に1便だけ那覇からやってくる貨客船は時間がかかるだけでなく欠航が多く当てにできない状況下であることから、各島の住民は自衛隊に駐屯してもらうことで、医療環境も充実するのではないかと期待しているよ。もちろん、自衛隊を誘致することは、島の人口が増え経済が潤うとの単純な利益だけでなく、自衛隊部隊が駐屯することで万一の際の急患搬送が1時間程度で行うことができる大きなメリットがあるわけだけど、これを現状で島民が望んでいるかどうかと聞かれると、その答えはイエスであることは間違いないよね。ところが、この北大東島の自衛隊誘致の動きに対して、沖縄本島の左翼系メディアである沖縄タイムスと琉球新報が誘致活動を批判する社説を載せるなど、沖縄特有の基地反対運動が再び起こるのではないかとも考えられているんだ。本件については、北大東島の宮城村長が島では以前から自衛隊の誘致を話し合っていたと語っているにもかかわらず、島の住民への説明を怠っていると決めつけ、さも政府の陰謀によって強引に話が進められたとして、漁師ともに北大東村の方針を真っ向から批判しているみたい。そして、左翼政党や市民活動家が唱える基地ができると攻撃されると住民の不安を煽る報道を展開し、北大東島村民の不安を煽り、誘致の動きを潰そうとしている状況なんだ。先に述べたように、沖縄本島のうちなんちゅうたちは、よそから移民してきた大東諸島の人々をおる沖縄の一員とは見ていない傾向があり、大東諸島が抱える諸問題、特に医療体制の不備については本来であれば沖縄県が整備しなければならない問題であるにもかかわらず放置され、改善の動きすらないよ。そのような状況下に置かれてきた大東島村議会が、中国への忖度が疑われる沖縄県知事を見限り自衛隊誘致に島の未来を託すのはやむを得ないと考える人も多いんだよね。島には島の事情があるとわかっていて、ひたすら批判報道ばかりを行う一部のマスコミには呆れちゃうね。特に、現職知事と同じ方向性が感じられる沖縄タイムスと琉球新報の社説については、その内容を批判する声が上がっていることも事実らしいな。実際、辺野古地区への基地移転工事の反対運動を見てみると、そこには地元住民はもちろんだけど、プロ市民と呼ばれる活動家も多数参加しており、沖縄県外の労働組合の組合旗を掲げた人たちが反対運動を繰り広げていることは、すでに周知の事実なんだ。中には、この部分を切り取って沖縄の基地運動は沖縄県民以外の人間が行っているとまで揶揄する報道機関もあるんだけど、その点について断言することは危険だと思うな。中国からすれば、北大東島にレーダー基地ができるのは決していいことではないもんね。アメリカにも、日本にも、自らの手の内を明らかにしてしまう状況になるからな。そのことを直接否定することができないことから、中国寄りの活動家たちを使って民衆心理を染め上げ、
計画を中止させようとしているのは事実かもしれないぜ。防衛は、相手の嫌がることを成功してやるものだという風に、かつての政治家たちは、このように軍拡競争を繰り広げたんだけど、その面で言えば中国の軍拡は目を見張るものがあり、圧倒的な戦力で尖閣諸島を占拠されてもおかしくない実情があるんだよね。それらのことを踏まえて、北大東島の基地設置についても真剣に考えることが必要だと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。